こんばんは。あ、待って。テロップ入れる。よし。こんばんは。ナイポーズ。笑顔のアンナ咲いてありがとうございます。絶対1位。こんばんは。そう、1個謝りたい。メールがね、間に合わなかった。書いてたら気づいたら23時過ぎた。ごめんなさい。で、チャットの方も謝りたいことがある。チャットは送ったんだけど、明日の配信予定、過去借りつけたけど、変わりました。ね、ポーズ。花江ちゃん愛してる、本当ですか？ありがとうございます。やった。嬉しい。花江ポーズ、こんばんは。笑顔のアンナ咲いてありがとうございます。絶対1位。こんばんは。たくさんコメントギフトありがとうございます。お仕事頑張った。今日もお疲れ様でした。本当に。ゆっくりたくさん美味しいものを食べて。間違えてる、この配信前にね、一応もうすぐ配信だよっていうアラームをかけたんですけど、25分にかけて、もともと半の予定だったからね、間違えて35分になっちゃいました。ごめんなさい。確かにそういえば25分にならなかった。ごめんなさい、すいません。今日もお疲れ様でした。皆さんお仕事、こんばんは。花江が一番大好き、嬉しい。一番がやっぱり一番嬉しいです。こんばんは。ぜひ皆さん、今日がもう最終日、あ、違う、明日が最終日なので、ぜひキラキラ星余ってる方とか、ミッションまだ余ってるよって方は、ぜひ、そう、あのね、この夜の間にまたミッションとキラキラ星がリセットされちゃうので、ぜひキラキラ星投げてくださると嬉しいです。こんばんは。絶対1位。こんばんは。ゲル配信見た？本当ですか？どうでした？びっくり。ごめんなさい、アラーム。耳壊れますよね。ごめんなさい。ごめんなさい。最後の配信間に合った。よかった。そう。今日、本日の最終枠です。イベント4日目もたくさん、本当にたくさんの応援、コメント、キラキラ星、ギフト、たくさんたくさんありがとうございました。拡散してくださった方とかも嬉しかったです。ありがとうございます。こんばんは。花江ちゃんがナンバーワン、嬉しい。そう、なんかいろんな企画やりたいって言いつつ、なんかあんまり実現まだしてないのが多いから、明日もね、楽しんでいただける配信にできるように頑張ります。見たかった。あー、でもね、またやります。きっといつかやる。あと明日配信じゃなくてツイッターの担当日だから、あげるかもしれない、3期生ツイッター。毎日配信見に劇場行ったけど、やっぱ何が一番大好き。本当ですか？そう、今日入った方結構いらっしゃるのかな。嬉しい。最終日の味応援します。嬉しい、ありがとうございます。仲も可愛い、そんなことないです。こんばんは。絶対1位、ありがとうございます。そう、明日のね、配信を朝の8時から8時半と14時45分から15時15分と、最後の枠をどうしようって思って6時から19時59分でも、その後ちょっとイベント終わった後もちょっとお話しして、8時半ぐらいになるかなと思うんですけど、なんかさ、お昼と3時前後どっちにしようって迷って、ミッションが切り替わるタイミングはその3時前後の配信の方がいいけど、って思って、お昼の方が来やすいだろうな皆さんと思いながら、でも
迷って3時前後にしました。3時またぎの配信しました。明日もぜひ応援してくださると嬉しいです。こんばんは。そう、ダサンポーズはダサい3期生のポーズです。左手3横向きで、多分だけどこっちじゃなくてこっちだった気がする。笑顔のアナサイトありがとうございます。花山自慢の私の推しで嬉しい、ありがとう。こんばんは。そうで、なんか地味にいろいろまでやりたいって言いつつやれてない企画があるから、明日はあの配信をの企画をね、いろいろ凝って考えたいんですけど、どうしよう。あ、そう、花にゃを今日のうちに終わらせたかったんだけど一応最終枠はカラオケの予定だけど、まあ2時間あるから前後半で分けてもいい気がしてるのと、そう、コスプレ配信をしようと思ってて、なんかたくさんありすぎて、なんかおしゃべり会で1回しか来てないのとか結構あるんですよ。そうだから何着ようかな、制服とかポリスとかいろいろあるんだけど、だから明日の配信は楽しみにしていただけると嬉しいです。こんばんは。手のひら側だとニャーニャーポーズになって、ニャーニャーさんに申し訳ないので、こっちです、多分こっち。花にゃん、花にゃん配信まだ見れてない。あーでも今日やればね、明日やらなくても多分済みそうな気がするので。あー、これね、そう、映んないの。ちょっと待って、ちょっと下げればきっと、どこまで下げれるかな。猫は映ってないけどメイドは伝わる花にゃんに仕方なくなったにゃん、明日やらないために今日なったにゃんコスプレなんか見たいのありますか。あのね、できればあんまりおしゃべり会で1回とかしか来てなくて、どうしよう、かわいそうだなってしまってある子を切ってあげたい。コスプレめっちゃあるんだよね。花にゃん明日でしょって言われちゃった。もうなっちゃったにゃん。花ちゃんのエールくれたからお仕事頑張れました。よかった、ありがとうにゃんこの枠も花ちゃんの可愛いと癒しパワーたっぷりの配信。本当ですか、ありがとうにゃん、頑張ってなってるにゃんぜひ花にゃん頑張ってるなと思ってくださった方は、キラキラ星やミッションをぜひよろしくお願いします。楽しみしてます、ね、どうしようって思ってます。コスプレ何があります、何がいいですか。めっちゃあるんだよね。ほら、ちゃんと装着しましたよ待ってました。来たにゃん、仕方なく来たにゃん。花にゃん大好きアバター猫になってるし、明日も花にゃん。どうしようかな、考える。花にゃん見れて一日の仕事の疲れが吹っ飛びました。よかったにゃん、それはすごくすごくよかったにゃん。猫耳はもう映ってないけど、メイドギリギリ映ってる。てか明日コスプレ着ても映んない気がしててさ、どれぐらい話せば映るんだろう。明日やらないためにだってカラオケしながらにゃんにゃん言うとかなり体力の消耗が恐ろしいので、そんなことない。ありがとうにゃん、優しいにゃん。花にゃんは姉妹がいますか。いないにゃん。花にゃんも好きだけど花にゃん大好きだにゃん、嬉しい、ありがとうにゃん。花にゃん久しぶりにゃん、でも一昨日ぶりにゃん。明後日に冬眠してください。明後日また花にゃん。花にゃん、ミッキー。こんばんにゃん。
仕方なく花にゃんになってるにゃん。ちなみに今日の T シャツはチャットでは書いたんだけど、サマーバッグの私の自分でデザインした花江のことをもっと好きになる夏 2023 T シャツだにゃん。そう、イラスト配信とギャル配信はもう達成して、ドラマ語りもしたから、面会誌もしたから、そう、コスプレ何がいいにゃん、いろいろあるにゃん、できれば最近見れてないやつ、どうしよう、たくさんあるにゃん。制服とか、迷ってるにゃん。花にゃん、こんばんにゃん。花江ちゃん見てると僕は疲れが飛んでよかったにゃん、それは。だるまにゃん、だるまにゃんね、そう、昨日書いただるまにゃんもいるにゃん。花にゃん見れて嬉しいよ、それはよかったにゃん、頑張ってるにゃん。こんばんにゃん。制服も何種類かあるのね。セーラー服は2種類持ってて、それは最近おしゃべり会で着たから、普通のブレザー、茶色のブレザーに赤いリボン、ワイシャツみたいなシンプルな高校生みたいな制服を最近着てないから着ようかなと思ったり、でも警察官も最近着てなくて、レッサーパンダの着ぐるみも着てなくて、たくさんあるんだよね。あとなんだっけ、パジャマも着てないけど、ちょっと冬のパジャマ暑いかな、この時期は。いろいろあるにゃん。こんばんにゃん、仕方なくにゃん、猫になってるにゃん。ぜひ、明日が最終日なので、キラキラ星やミッションをよろしくお願いしますにゃん。だるまにゃんかわいい、そう、昨日描いたの。イラスト配信久しぶりにやったら楽しかった。やっと家に着いた、お疲れ様にゃん。初期だるまにゃん、え、こっちでしょ、このこっち。そう、昨日さ、本当にふざけずにだるま見ずに描いたらさ、こうなっちゃったにゃん。スムーズに出るようになったにゃん。仕方なくだにゃん。別に喜んでにゃんにゃん言ってないにゃん。花にゃん、花にゃんじゃない、花ポーズ。警察官 DD 逮捕。え、どうしよう。やばい、喉がガラガラになってきた。そう、仕方なくだにゃん。自分から花にゃんやりたいとか1ミリも思ってないにゃん。花に逮捕されたいにゃん、ほんとにゃん。皆さん何の罪で逮捕だにゃん。 DD の罪だにゃん。昨日のだるまはちょっともうやばすぎて一旦封印だにゃん。笑顔のお花咲いたにゃん、ありがとにゃん。初期だるまはね、ちょっと怖いにゃん。にゃんにゃんちゃんと言ってるにゃん。絶対1位。警察にゃん、警察、警察官よか、やっぱり人気にゃん。あと幼稚園児もそういえばあった気がする。あとは何があったっけな。絶対1位。にゃん、むちゃくちゃ可愛いにゃん。ほんとにゃん、にゃんの代わりにレッサーちゃんはね、着ぐるみにゃん。でも着ぐるみで頭がね、映せたかな。まあでもコスプレ全部ちょっと映すのにちょっと不安があるにゃん。画角が問題だにゃん。おこにゃんも好きにゃん。こんばんは。 DD は大変だにゃん。 DD だからだにゃん。 DD じゃなくなればすぐ解決だにゃん。DD ばっかりだから。あ、クマさん発見したにゃん。トジさんありがとにゃん。クマさんパワーありがとにゃん。たくさん本当に。
そう、4日目もたくさん応援してくださって、そう、今日もね5枠もあったんだけど、たくさん来てくださってありがとうございました。にゃん、絶対に1位だにゃん。花江が好きすぎる。本当ですか？本当かな？ DD じゃないにゃん、推しは2人だけにゃん。本当にゃん。まあでも2人だと少ない方な気がしてしまうにゃん。もっと多い方たくさんいるにゃん。ギャル、またギャル、フルメイクのヤマンバ。でもさ、あれさ、結構惹かれない？あの初めて来た方に、何やってるんだろうこの子みたいな。こんばんにゃん。幼稚園児もそう、一応あるにゃん。 DD じゃないにゃん、一番好きだにゃん。ほんとにゃん、ありがとうにゃん。喉痛めないでね、ありがとうにゃん。そう、なんかね、喉が弱すぎて配信でずっと喋ってるだけでちょっと枯れてきたにゃん。そう、花人になると鋭くなっちゃうにゃん、ツッコミが。許してにゃん。これだから DD は困るだにゃん。だから DD じゃなくなれば即解決だにゃん。そんなに逮捕されたいにゃん。すまん、 DD です。DD が多すぎるにゃん。伊賀の穴咲いたよ、ありがとにゃん。にゃんになるとむちゃくちゃ面白くなる。そうなんだから、なんでにゃん。わいは倒しだにゃん、ほんとにゃん。ありがとにゃん。怒った顔もかわいいにゃん。優しいにゃん、ありがとにゃん。過去に DD だったことがないにゃん、嘘つき。嘘つきにゃん。DD だから全員推しじゃなければとか思ってないにゃん。推しがこんなにこう数えるほどいるだけで、それは DD と言うんだにゃん。こんばんにゃん。星の数ほど推しがいるにゃん。もうそれは DD の中の DD だにゃん。生涯 DD だにゃん。諦めるにゃん。どうも全然です。多いにゃん DD。 龍角さん飲むにゃん。龍角さん一回だけ食べたことあるにゃん。 DD 誰でも大事、それは大事だけど、誰でも大好きはイコール正しいということだにゃん。二人は少ない、多いと何人くらいの人がいましたか？いや、もうその同じグループ、このグループの中でも4人とか5人とかたくさんいるにゃん。ね、そこのあなたもあなたもいません？笑顔の話、採点ありがとうにゃん。ツッコミが鋭すぎる。花にゃんはちょっと鋭くなるにゃん。無理してるの？もちろん花にゃんやりたくてやってるわけはないにゃん。笑顔の花咲いてはありがとうにゃん。初めて花江さんのおしゃべり会行った時はギャルでびっくりした。あ、そう、そうだにゃん。初めてのおしゃべり会がギャルでびっくりさせちゃって申し訳ないにゃん。そう、あのね、ちょうど初めてギャルオフラインでギャルやった時がめちゃめちゃ来てくださって、その分完売してて、そう、たくさん来ていただいてありがたかったんだけど、初めて来てくださる方が多かったから、え、本当に花江ちゃんみたいな、来るとこ間違えたかなみたいな方が多くて申し訳なかった。花江ちゃんね、言ってると元気になる。よかったにゃん。それはツッコミは鋭くなるにゃん。にゃんにゃん。ああ頑張ってるにゃん。怒られたにゃん。いや、 DD の自覚がない方が多すぎるにゃん。単押しですって言う方ほどに DD だにゃん。DD なれば何だろう。ツッコミの腕が上がったにゃん。
もう花にゃはちょっと毒舌で行くにゃん。花にゃんになるとツッコミがさえ渡るにゃん。こんばんにゃん。さっきからツッコミがむちゃくちゃ面白い。それはね、皆さんがツッコむほどね、リリーの自覚がないということだにゃん。本当は犬派猫派？レッサーパンダ派だにゃん。一番好きな動物はレッサーパンダだにゃん。でも犬も猫も好きだにゃん。たらし、そう、たらしだにゃん。たらしの人が多すぎるにゃん。それも自覚がない。肩がたらしとか久々に聞いた。花江相談室、そう、ぜひ皆さん相談室に相談しに来てください。倒しになるなんて、倒しになる方法は簡単。私だけを見る、私しか見ない。それだけですぐ簡単だにゃん。え、でもそう、なんか最近の配信とかでよく3期生全体としてもっと大きくなりたいから、3期生みんなのことを一人一人思うとしてほしいみたいなことをお話しして、それも本当に本音で、うん、そう、なんか、なんていうの、なんていうんだろうな、そう、もっと3期生一人一人のことを見てほしいっていうのももちろん本音だけど、私のことが一番だとすごく嬉しいにゃん。こんばんにゃん。グループ内やったら二人にゃん、ほんとにゃん。箱押しとしとこう。箱押しはイコール DD だにゃん。一途なのにいろんな生誕体が増えるにゃん。それはもう DD だにゃん。一途じゃないにゃん。ギャルだ、そう、ギャルつなの前回の配信？三時またぎ配信がギャルだったにゃん。半分。真っ黒の。ああ。俺も DD にゃん。DD にゃん。ちょっと待って、56分。男女読みをするにゃん。まずいにゃん。ギャル、またきっとやるにゃん。実感したにゃん。え、自覚なかったにゃん。どう見ても DD だにゃん。花絵しか見えない国出身だにゃん。ほんとにゃん。でも DD じゃない？かにゃ。わし何人いるにゃん。まずい。今のところ倒し、今のところ、でも倒しはもちろん嬉しいにゃん。今のところは気になるけど、ちょっと男女見をするにゃん。まずいにゃん。時間がないにゃん。絶対1位だにゃん。お隣のレーンの人ってどういうこと？隣っていつも違くない？NGD そんな DD じゃないじゃん。え、DD にゃん。DD にゃん。こんばんにゃん。お仕事。優しいパワー。お疲れ様にゃん、今日も。両手に収まるは DD だにゃん。よし。急いだにゃん。男女読みをするにゃん。1位。トシさん、花石か、ありがとにゃん。2位、ジェラールさん、ありがとにゃん。3位、グッチさん、ありがとにゃん。4位、プロゴルファーさん、ありがとにゃん。5位、ワンワンさん、ありがとにゃん。6位、ノノイクさん、ありがとにゃん。7位、コミュニストさん、ありがとにゃん。8位、ロングさん、ありがとにゃん。9位、サンソンさん、ありがとにゃん。10位、量産型パンダの帝王さん、ありがとにゃん。なんか猫の手ばっかな気がする。申し訳ない。11位、ライフちゃん、ありがとにゃん。花江だけ。やった、本当かな。ありがとにゃん。
12位、カズ渡辺さん、ありがとにゃん。13位、フランさん、ありがとにゃん。ありがとにゃん、たくさん本当に。誕生じゃない方もたくさんコメントギフト、あとは拡散とかしてくださった方、ありがとにゃん。3期生ツイッターに明日のスケジュールと一緒にお気に入りの写真を、別のジャケ写の撮影の時の写真を投稿したにゃん。絶対いいねとリツイートは必須にゃん。明日は8時から8時半と14時45から15時15、ちょっと変えるかもしれないけど、で3枠目最終枠が6時から19時59分だにゃん。そう、明日が最終日だにゃん。ぜひ応援してくださるとすごく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 嬉しいにゃん。はあ、はなにゃん頑張ったにゃん。明日もよろしくお願いしますにゃん。コスプレとかカラオケ配信とか楽しみにしてくださると嬉しいにゃん。コメントギフト読み切れなくてごめんにゃん。たくさんありがとうにゃん。おやすみにゃん。明日朝は8時からだにゃん。